マツダズームズームスタジアム広島には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦広島東洋カープ対読売ジャイアンツの23回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ、まもなく試合が始まるわけですが、西さん、試合前というのはビデオをチェックしたりデータを集めたり、西さんは結構そのデータ重視されるタイプでしたか？まあ一応ね、相手のデータを見ながら、試合に臨みますけれども、まあどのチームもちゃんとミーティングをして試合に臨んでます。そうですね、そのデータをどう生かしていくんでしょうか。まずはカープの先発、コウ、マツダスタジアムのマウンドに上がります。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。1回の表、ジャイアンツの攻撃、藤村が入ります。さあ、今プレーボールがかかりました。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかというところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。バッターは2番に入っている坂本、昨日は見事なホームランを放ちました。さあ、そして坂本、この打席でホームランを放てば今シーズン20本。初球ストライク。ドカーンと大きな当たりです。打った瞬間か入った、先制のツーランホームランです。ジャイアンツ、カープ痛い一発を浴びています。しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。いいボールだったんですが、バッターがアウトコース狙ってましたね。はい、レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。1回の裏、カープの攻撃です。カープはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の松本。さあ、カープ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは新、昨日のゲームはバットでチームに貢献しています。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。初球から行きました。スライダー外れます。ボールになります。打ちました。ファウルになります。打ちました。これはどうか、高いバウンド、ピッチャーゴロ、アウト、ワンアウト。入ります。2試合当たりが出ていません。カープビハインドで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。ええ、そうですよね。胸元へ持ってきました。ストライクです。あっという間に2ストライクです。
この球は落としましたが決まりません。ボールになります。ファウルになります。落としました。外れます。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。打った、これは三遊間抜ける。先頭バッター出ました。カープノーアウトランナー一塁です。バッターはスーザン。昨日のゲームで当たりがありました。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。低めの際どいところですが外れています。3球目打ちました。この当たりはどうか。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。カープ1点返しました。2対1になりました。カープ1点差に詰め寄っています。厳しいコースだったんですが見事タイムリーを放っています。これで1点差に縮まりました。さあこの場面でルーキーの比嘉、昨日のゲームでは見事なホームランを放ちました。さあそして比嘉、ここで安打が出ればシーズン200本安打に達成します。西さん、いよいよレフト線へ持っていった、切れました。ファウル、フェアならば同点かというところでした。見逃せばボールでしょうか。しかしバットが回りました。ストライクを先行させていきます。追い込みました。ジャストミート、ワンバウンドヒットになりました。センター前ヒット、これが今シーズン200本目のヒット。さあこの場面でルーキーの匠、昨日は安打を放っています。ノーアウトでランナー三塁一塁としています。さあ兄さん、振り出しにここで戻したいですよね。そうですね、まずはね同点に持ち込みたいですね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。思わずバットが出たような形です。高め打っ、フェアだ、抜けていった。ファーストランナーセカンドからパスを蹴った。ボールは中継、ホームへ。ファーストランナーもホームイン。カープ逆転、3対2。なおもチャンスが続きます。さあ逆転したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。早いイニングでの逆転に成功しています。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。小宮山さん、序盤をリードで迎えた展開なわけですが、この後どのようなピッチングが必要になりますか。いやもうとにかく無駄な走者を出さないことですよね。この1点に尽きると思います。ランナーを出さないピッチングができるかどうか。
外へのカーブ外れました。ボール先行です。引っ張った、取りました。一塁送球アウト、ワンアウトです。バッターボックスには7番川野。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。痛烈、切れました。ファウルボールです。空振りになります。ノーボールツーストライクです。変化球低めに持ってきましたがボールになります。打ちました。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。目の覚めるようなツーベース、これが今日の初ヒット。ツーアウトランナー二塁、バッターボックスは8番坂口。今日はまだ当たりがありません。これはすっぽ抜けました。左に切れてファウル、バッターよく見ました。際どいコースボールです。これは見送ってボール。きっちりと見極めました。2球で追い込んだんですが決めきれずフルカウントまで来ました。ストレート打った、サード正面、一塁へ、一塁アウト。これで3アウト、試合終了です。カープ打ちに打ちました。